皆さん毎度毎度。はい、浩平先生毎度毎度ね。今の現場では上野の中国リクルさんのパーマ液使っています。健康毛の8ミリパーマだと上野の S1 剤が助かっています。ちょっと今調べたけど F があって S があって S っていうのはミドルダメージ用になってるけどね。その薬品を使うことを恐怖に感じて使用を躊躇する美容師もちょいちょいいる印象です。まあ個人的には結構気に入ってますと。だからその S ですら恐怖を感じて躊躇してしまう美容師ってことかな。 S はねうち使ったことがないんだけど、しかしたら30年ぐらい前に使ったかもしれないね。でかなり昔からあるパーマ液っていうからね、このスタイルホームね。やっぱ売れてるものはいいものなんだよね。あの社会的証明ってやつだよね。だから上らも強気で、やっぱり外資系の考えなのかね、売れるものを何もモデルチェンジすることねえよみてえに。あのディーラーにね、その上らの S、ミドルダメージ用がねどのくらい売れてっか聞いてみるけどね。それで売れてるようだとやっぱ買うようだな。単純な理由だよ。売れてるものはいいもの。ただし、まあ一般市場で考えてるデジタルパーマはろくなもんじゃねえな、個人的にな。でこちらのお客様は上野のねスタイルホームの F で、 F 使った感じ、まあ、とりあえずね5分ぐらいでかかったから2液つけてみたんだよね。で仕上がり感はねロレアルのプレミアの一番強い地よ。あれとちょっと違うね。毛先がやっぱり緩いソフトだね。あの物板が入ってないからかね。でもこれはまだまだ分かんないけど、1人2人かけたぐらいだと T の77も結構毛先がちりついたんだよね。だからこのスタイルホームの F あまりちりつかないとなると、ソバージュとかあの男性の本当にカーリー博士太郎は結構緩めだけど、ああいう風にかけてくれっていう方は、細毛の方は本当に6ミリで巻いてチリチリにかけちゃうんだけど、そういう時どうかな。でこのスタイルフォームの F もね、10分とか15分置けば毛先チリチリになるんだったら、まあそれはそれでいいよね。そういうパーマ望んでる人がいるわけだから。まあ、あのスタイルホームね、昔ながらのパーマ液ね、何も入ってないチオグリコール酸アンモニウム強アンモニア水とか書いてなかったかな。ねえ、こういうの躊躇して使えない美容師ね。とにかく昔の薬だから髪の毛が痛むってね。もちろんパーマかけて痛まないわけないんだけどね、使い方間違えてんじゃねえのってね。で何が嫌なのって聞いても、そういう方にね、なんか違うとかね、まあ、そういう方は分かってんだよね。太めで巻いてかかんなかったら失敗したってね。だけどそれを言いたくないから、なんか違うとかね、なんか騙すんだよね。で最後はケミカルオタクになってくんだ。そうやってだん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 ね、ケミカルのことね、科学的なことね調べてってもさ、パーマ液って結局強くなったり弱くなったりしないからね。まあ水で薄めりゃ弱くなるかもしんねえけど、ケミカルオタクの方はさ、まあいろいろ知ってるんだよ。知ってるけど、それ事実なのってさ、誰にもわからないことだから平気で言うんでね。ケミカルオタクの方のお話は作り話なんだよ、ほとんど。自分もそんな時代あったからわかるんだよ。まあ頭の中で考えて考えて、結局自分の頭の中での考え出した、一応科学的に辻褄が合っているように思える作り話なんだよね。だからその作り話、科学的な作り話に、まあ、自分なんかが物理的なことを言うと、大体の方のケミカルオタクの話は成立しなくなっちゃうんだよね。パーマ液ね、上らの S 使ってんのかな、浩平先生は。まあ、これでかからない人は他店に行ってもらう。大体上から2番目の千代でかからないわけがないんだよね。一応かかるんだよね。ロレアルのデュルシアドマンスの上から2番目の千代はちょっと弱めかもしんないけど、かかるよね、どんな髪の毛でも。ただ取りやすかったりね、持ちが悪かったりするけど、それ使ってね、かからない人はよそ行ってもらう。まあ F 使えば大体かかるよね。で F でかからないとなったら、まあ F を1回塗布して、10分ぐらい置いて
パーマ液をね、自然乾燥じゃないけど、それからもう一回ね、一液塗布して巻き出すのと、髪の毛がちょっと柔らかくなってくるよね。昔はよくやったけど、これやったのはロレアルのプレミア中でモノエタが入ってるやつでやったんだよね。だから F でそれが同じことができるかどうかはちょっとわからないけど、やってみないとね。でもそこまで手間かけてやってくれって言われて無料でやるとバカだよね。やっぱりちょっとでも手間かけたらやっぱりめんどくさいから、1000円でも2000円でも余計にもらわないとね、お客さんがね、ちょっと時間置いてから1回つけてからもう2度つけてんで、ね、めんどくさいこと言ったら、あ、別に構わないわけよ。それに対して手間を請求できるのは我々のサービス業だからね。まあでもね、ここ来てロレアルのねプレミア地方が廃盤になってね、まあうちも何か変えなきゃいけないっていうの、まあウエラと今回出会ったけど、ウエラはモノエタが入ってないんだよね。まあ手に優しいのは事実だね。プレミアだとなんか手が臭くなるんだよね。その手でさ、おにぎり握るとおにぎりがさプレミア臭くなるって。ねえ、なんかいたね、あのマダム先生だっけ。ちょっと思い出したね。どうしてんだろうね。はプレミアなくなるから今後ね。はい、お疲れ様でした。